わかった。すげえ綺麗だ。よく来たなってほら富士山出てきてくれてるよ。イエーイ。
カズン頑張って。うちから作ってきちゃった角煮ちゃんでおつまみでございます。もらいました、やこちゃんとやしみさんから。すんごい肉ギチギチに入ってんの。すごいでしょ。うん、美味しいよ、食べてな。もう、ね、肉汁が滴り落ちる、うん、おうまいよね。もうやっぱね、滴りうまいんですよ。そうなんすか、うん、蒸したで。マンチンローの肉まんさ、その辺でやこちゃんが豚殺してた、うん、怒られない。残念。これ私大好きですね、中田美ちゃん。ペロッとペロッとって食べんだよ。なんかくるくるってなってるところ。そうこれね、中の綿まで綺麗に出して食べると美味しいんですよ。こう中心に向かってズブッと刺すじゃないですか。くるくるって出てくる。そうそう、で貝を回すんですよ。こうやって、あら、うまくねえか。こうやって貝を回すんですね。うん、もう一周。あつつつつつつ。できたて。湯がったってって。ああ、切れちゃった。私そういう感じが好き。どちらかというと内臓ない方がいい。そうなんだ。で、こうちょっとこう砂ついてないから大丈夫だけど。うん。うん、まあ、食べて美味しい。イエーイ、食べよう。受付の。横にあるここが使い放題、500円だね、巻き使い放題。自分たちで積んでサイトに持って帰る。なんか楽しそうにやってますけど。運べるだけにしないと重たいからね。あ、このリアカーも借りれるんだ。うん、借りれるんだけど、うん、サイトがほら斜めじゃない。あ、そうだね。こういうカバンの方が、そうだね、なんかあれば楽だよね。かもしれない。うん、サイト運んでおれば。そうだね、うん、500円で使いたい放題だよ。うん、500円で巻き使い放題だっけ。そうだけどね、前日の雨でちょっと湿ってんだよね。そう、ちょっと俺は下に今、うん、置いて乾かそうかなと、うん、火をね焚いてんだけど、はい、ここで一応乾かしいですよ。え、何、ヤシビさん、あの乾かした何ですかこれ。かまどですかこれ。これ、ね、これ乾燥中ですか。トンネル効果。あ、トンネル効果。まあ燃えてますけどね、なんかね。煙突効果。ありますけど、気になる方は自分で持参すれば。あ、お湯出るらしいっす。ほい。トイレは3つ、男女共用と男性用と女性用で、一番向こうはね、貸し切りの風呂。今ロックが、鍵がかかってるんで、後で見せてもらえたら見せてもらいます。トイレは、あ、綺麗、広い、すごい綺麗、広いです。あ、夜はね、自動でつくみたいです。こう尻回った橋、最高じゃないですか。あと、めっちゃ美味しそう。夜泣き馬刺し。夜泣き馬刺し。すげえ、馬刺し久しぶり。3種類あんだってよ。
イエーイ。それでは焚き火を眺めながら、今日は楽して湯なきラーメンと馬刺しいただいたの、いただきましょう。中堅のね、11話かなんかに出てくるあの肉っていう肉よくわかんないんだけど、あのこれはね、専用のタレで一応ついてて焼いていただきました。1個はね、後でね、もらい肉朝カレーに入れようかなと思って、1個はタレつけてみました。いただきます。うん、わかるかな、断面本当にザ肉すごいね、これビッグボーイだよめちゃめちゃ美味しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何これ、朝はさっきはね、舞茸バター醤油を買ったけど、もうみんなすでに食べちゃって、今は豚キムチにチーズを入れて、それをさっぱりキムチ食べていただきます。朝からキムチ、ミスターコカルに行くか、豚キムチと。ちゃんの旦那さん喜んじゃうね。あれ美人ですか。はい、そしてチーズをインしました。はい、このトロットですね。おお。トロット。あのね、デブ喜ぶね。喜ぶね。挟んでいただいて、くるんでいただいて食べていただきます。くるんでパクっていっていただきます。こういう感じでございます。あ、わかりました。いつもこれやるけど。はい、お疲れ様でした。はい、お天気がね、ちょっとね、いまいちだったんですけどね。雨は降らなかったけど。それだけは良かったかな。かなりなんで。そうそうそう。雨降った後にインしたんですけど、水はけはいいですね、このレギュラーサイト。砂利だから。うん、だと思います。うん。高台もあるし、ね。うん。ただここは車の乗り入れがサイトにはできなくて、あの、下のね、この1本下のところに車を止めて荷物を運ぶ揺れ、ね、あれが近いです。カートちょっとね、この段差がね、上り下りがあるからね。そう、段差がちょっとあるんで、カートはちょっときついと思います。まあ、体力があるから。頑張れば行けるんだけど、運びも早いかな。運びの方が早いと思う。まあ、荷物を少なくして、富士山を見に来てもらう感覚で。はい、あと薪がね、500円。500円使えるほど嬉しいですね。うん、そう。まあ、それも頑張って運んできてください。そうですね。詳細もしてきますけど。そう。ここは何て言ったって、あの夜の夜泣きラーメン。美味しかった。さすがラーメン屋さんのオーナーさんが作るラーメンだなっていう。うんうん、朝カレーも辛かったけど美味しかった。そう。苦手な方は、ちょっとやばかった。ちょっとスパイシーだね。そう、スパイシー。よく、ね、ごめんね、今頼むからですよ。朝9時から食べれるんですよ。そう、そうですね。はい。12時ぐらいまで唇腫れてた。俺絶対腫れてるって言いはずだね。でも出してもらえるものは全て美味しかったですね。そう。だからおつまみぐらいを作る感覚で、まあ、軽く来てもらえればね。うん。
いいのかなって感じでございます。充実ヤウド。そう、充実。そう、ゆっくりできるからね。うん、そこはいいですね。いいだち。そう、うん。そうだからアーリーだけつけれ、ね、ゆっくりした人はつければ、うん、10時からそう入ることができます。うん、我々つけたんですけど。うん、そう。よかった。よかったよかった。こ、うん、んな感じでございます。はい。はい、はい、見てみてください。それではせーのできます。せーの。来週。来週だ。再来週だ。再来週ね。そう。なんかアーバンキャンプフィールド。そう。フルメンバー。行きます。もし、お暇の人で、お近くの人がいましたら遊びに来てください。そうですね。遊びに来てもらえればね。いつものメンバーがいます。はい、行きますので。いつものメンバープラスアルファで。そうだね。結構来るんだね。結構来るね。うん。お待ちしております。はい。じゃあそれでは。いいですか。はい。はい、せーの。ほい。あ、肉屋さん並ぶよ、肉屋さん。並びましょう。